機動隊の部隊訓練会等で警備活動にあたる警視庁機動隊機動隊は日本の警察において集団的警備力及び機動力を有し警備実施の中核部隊として治安警備及び災害警備等にあたる警備警察の部隊である各警察本部の警備部に設置されており機関となる機動隊は約8000人体制、これを補完する増援部隊として 攻撃運用される管区機動隊は約4000人体制として整備されている。主な任務は治安警備、災害警備、雑踏警備、経営警護、集団警ら及び各種一斉取り締まりである。治安警備とは国の公安または利益にかかる犯罪及び政治、運動に伴う犯罪が発生した場合において部隊活動により犯罪を未然に防止し、または 警察用語としての軌道とは特定の諸葛担当区域を持たず直轄部隊として軌道的に活動を行うことを意味し事件の初動捜査を行う軌道捜査隊や広域的に交通事案に対処する交通軌道隊は軌道隊と同様の意味で軌道名称に関しているが軌道隊とは任務が異なっている特別警備隊軌道隊の起源は 1933年10月1日に内務省警視庁が設置した特別警備隊に遡る。これは桜田門事件、血明団事件、5.15事件など不穏な社会情勢に対処するために創設されたもので、行行系の経営、国葬や大衆運動の警備、災害時の救助活動等に従事して集団警備力を発揮し、昭和の新選組、 警官の花の通称で広く、市民からも親しまれた。また、第二次世界大戦後期、日本本土空襲が本格化すると、警備、救護の必要性が激増したこともあり、1944年4月12日、直例第243号により主要な府県に警備隊が設置されることとなった。東京でも、同年4月21日付で、 警視庁警備隊が発足し、特別警備隊はこれに発展的に解消して廃止された。日本の降伏を受けて、1946年1月16日、連合国軍最高司令官総司令部は警備隊の解体を指示した。これを受けて2月16日には、警視庁警備隊も解体されて、同日設置された防護課がその役割を引き継いだ。 しかし連合国軍占領下の日本では集団犯罪や急進的な社会運動に伴う暴動などが多発しておりこのような少人数では対処が難しい状況も多かった占領下では警察力の増強は困難であったが1948年の警察法施行とともに警視庁の増員が認められたことからこの機会に 集団警備力の増強が図られることとなり、1948年5月、警視庁予備隊が設置された。また1952年7月には、国家地方警察本部の指令により、優れた指揮官に統率せられ、強固な団結、優れた機動性、十分な装備を有し、徹底した訓練を受けた精鋭部隊の整備強化を目的として、まず20都府県に、 機動隊が設置された。その後、1954年7月27日に制定された警察庁発備え第3号、機動隊の設置についてに基づいて、全国で機動隊の設置が開始され、1962年までにすべての都道府県警察に設置された。また、1957年4月1日には、元祖にあたる警視庁予備隊も、 他の地域と同様に警視庁機動隊と解消された。各道府県での創設60年安保闘争をはじめとする治安状況の悪化を受けて、1966年6月28日付、警察庁をつそ発、第2号、第2機動隊の設置についてに基づいて、予備部隊として第2機動隊の設置が定められ、また1969年には、 都道府県警察総合の部隊応援のための管区機動隊が発足した。機動隊集団警備力によって、有事即応体制を保持する常設の機関部隊。各都道府県警察に置かれており、多くの警察本部では1個体が編成されているが、警視庁警備部では、第1機動隊から第9機動隊及び、特化車両隊の計10隊が、大阪府警察と千葉県警察に、 各3隊神奈川県警察と福岡県警察に各2隊が編成されている。またこれらの都道府県警察機動隊のほか機動隊に準じる部隊として、警視庁では東京国際空港テロ対処部隊、千葉県警察では成田国際空港警備隊、福井県警察では峰南機動隊が設置されている。各隊の編成機動隊の規模、編成は、 各都道府県警によって大きく異なっている。もっとも体制が充実している警視庁の場合、計10体ある各機動隊は隊長のもと副隊長2名と大本部、中隊によって構成されており、概ね管区機動隊の大隊に相当する。大本部には、諸務担当として諸務係、会計係、業務係が警備担当として警備係、 通信係が特務担当として特務係、騒音取締係、広報係、技術係、特殊技能係、操車係、整備係の各係が置かれている。対本部付けは警部、また各係の主任は警部補が捕職される。1969年の時点では、期間中隊は4個を基本としており、また大規模警備の際には、 特別機動隊2個中隊を追加編入し、計6個中隊を2個大隊に編成して、警備に当たっていた。その後、1991年7月より、試験的に第5中隊が編成された後、1992年4月1日より、期間中隊は4個から5個に正式に改編された。中隊長には、警部が捕食され、約70名の隊員で構成される。 これらの中隊員は3個招待に編成されており、これが各種任務での行動単位となることが多い。招待長は警部補、小隊員は22から24名程度で、伝令、通信種のほか3個分隊に編成されている。分隊長は巡査部長、分隊員は6から7名程度で、さらにその下に組長が配される。 2000年代初頭の時点で、統括隊である第一機動隊は336名、その他特化車両隊までの各隊は約320名体制となっている。専門部隊各種事案に対応するため、基本訓練を終えた隊員は、各専門部隊の指定隊員として訓練を受け、部隊を編成している。これらの専門部隊はもともと機能別部隊と呼ばれていたもので、 爆発物処理班や重機対策部隊、NBC テロ対応専門部隊、レスキュー部隊、水難救助部隊などがあった。警視庁機動隊では、2001年より機動隊としての各種警戒警備に加えて、警察署等に分権されて、防犯や犯罪捜査、交通指導取締りなど多様な任務に従事する多角的運用部隊の制度を開始しており、 警視庁機動隊のすべての小隊には特殊技能部隊または多角的運用部隊としての機能が付与されるようになっていた。そして2019年これらの機能別部隊は専門部隊として再編強化が図られることになった。なお特殊部隊は警視庁では警備部警備第一課に大阪府警察でもやはり警備部の警備課に所属しており、 機動隊から独立した組織とされているが、同県警察では、機動隊に所属している。さらに、千葉県警察と大阪府警察の機動隊には、スカイマーシャルが編成されている。第2機動隊、第2機動隊は、常設の第2機動隊を保有しない道府県警に置かれる、非常勤の予備部隊である。隊員は、機動隊経験者や若手警察官を中心に、 一般の制服警察官が兼任しており、平常時は警察署の各部署で通常の警察署員と同様の勤務を行っている。常設の第二機動隊を保有する神奈川県警察などでは特別機動隊と称される。警視庁の場合、上記のように各機動隊に補充要員として編入される特別機動隊と各方面本部が管内の警察署員をもって編成する。 方面機動隊がある。特別機動隊は1961年3月22日に設けられた特別隊員の制度を起源とし、1966年4月1日に予備機動隊員、そして1968年に特別機動隊と解消された。一方、方面機動隊は1953年5月27日に設置された方面警察隊を前身とする。 指定された警察署長が隊長となり、中隊長には刑事課長代理が指定される時もあり、刑事、交通、防犯、外勤警察官の混成部隊である。女性警察官特別機動隊1964年東京オリンピックにあたり、警視庁は女子選手村の警備も所掌したことから、婦人警察官を大量動員して警戒に当たったほか、 大会会場内での案内や雑踏整理にも投入した。またその後、1966年のザ・ビートルズ日本公演の際にも動員されている。婦人警察官によるソフト路線の警備というアイデアは高い評価を受けたものの、その後、安保闘争、爆弾闘争の時代を迎え、脅威度が高い警備事象が続いたために活躍の機会は乏しかった。 これらが一段落した1972年、警視庁は107名体制で、婦人警官警備部隊を発足させたが、これは組織化されたものではなく、寄せ集め集団であった。その後、1977年4月26日には、これをもとに234名体制に増強して、中西道子警部の指揮下に、婦人警察官特別機動隊を発足させた。これは、 通常の特別機動隊と同様に、男子機動隊に所属させるほか、また定期的に、広報訓練など女性ならではの警備訓練を行う、こととされていた。婦人警察官特別機動隊は、高齢者や障害者など、社会的弱者のデモ活動に多く動員されており、市民から、親切でよかった、孫の嫁には不計算をなどの当初が寄せられるなど、良好な結果を収めた。 その後、福岡県警察や埼玉県警察など他の警察本部でも同様の制度が相次いで設置されている。管区機動隊上記の通り、都道府県警察総合の部隊応援のために設置された部隊であり、府県警察に設置されて当該府県の治安維持に任ずるとともに、必要に応じて管区警察単位に連合、編成されて、 第二次的に他の都道府県を応援する役割を帯びている。また管区に参加していない北海道警察でも同様の性格を持つ者として同警察警備隊が設置されている。1996年に再編成が行われ、下記のような編成となった。大隊本部においては、大隊長には警視が捕食され、副官として警部、大隊長伝令及び、 副官伝令、代替記録として、警部補が1名ずつ配される。各中隊は、中隊長の下、伝令1名及び4個小隊から編成されており、定数67名。各小隊は、小隊長の下、伝令及び3個分隊から編成される。管区機動隊員は、普段は出動や訓練のしやすい形で重要な警察署や執行隊に配置されており、 例えば、神奈川県警では直轄警察隊に、愛知県警では21署に特別警戒隊として配置されている。また、愛媛県警察のように専務要員として機動隊に組み込まれている場合もある。在隊期間は通常2年であり、年に2回、管区警察学校において1ヶ月間の入校訓練が実施される。 琉球警察機動隊員の装備機動隊員として、特徴的な装備は次の通りである。この他に、中隊以上の隊長は、指揮棒を、伝令は、隊長の居場所の目印として日中は三角機を、夜間は電気発光の、提灯を持つ。新型の棒を装備新型のヘルメット、縦特型警備車より、後車展開し、MP ごと棒弾立てを構えて前進する重機。 対策部隊警備車両は正式名称以外にも都道府県警察ごとに異なった呼び方をされていることが多い。車両都色はかつて灰色だったが1990年代中頃に配備された車両から青地に白の太体2本に変更されている。ただし警視庁の一部の車両は都色が緑地に白帯で特に救助関係の車両は 白帯失踪する黒表のマークが入っている。また諸外国の同志車両と異なり、大体、中隊番号が表示されているのみで、所属警察本部の名前が入っていない。この他に、警視庁の機動隊は普通の警ら型パトカーも所有しており、連絡や隊員の移動用、要人警護の支援などに使用される。警察官の職務執行に必要な実技及び、体育を10課という。 各都道府県警察の10課の強化選手は、そのほとんどが機動隊に所属している。10課特別訓練員に指定されている隊員は、柔道、剣道の全日本選手権や全国警察大会などの各種大会で上位入賞を狙うための代表選手になっている。柔道、剣道のチャンピオンや、講段者を多く輩出している。警視庁に設けられている制度。 1963年11月28日付通達第14号機動隊武道小隊の編成及び運営についてに基づき常設の部隊として警視庁各機動隊に武道小隊が編成された。1966年4月には武道小隊から選抜する武道選果制度が設けられ武道の指導者を養成している。括弧内は 発足年警視庁のバレーボール部は、チャレンジリーグに、アメリカンフットボール部、警視庁イーグルスは、X リーグに所属して、好成績を残している。フェンシング部とレスリング部は、オリンピック選手を輩出しているほどレベルが高い。野球部は、野球経験がある警察官を集め編成。初代監督は、日大参考の投手として、甲子園に出場した経験がある警部補が務める。 採用試験の際、野球で実績がある受験者を優遇する措置も導入する方針。今後、野球部メンバーが出身校の野球部を訪れるなどして、選手のスカウティングにも力を入れるという。2011年3月9日、日本野球連盟により、クラブチーム登録承認された。最終的には、都市対抗野球への出場を目指している。大阪府警察のラグビー部は、 トップウェスト A リーグに所属。陸上部は全日本実業団、対抗駅伝大会出場の常連チームである。第24次西成坊堂で出動した大阪府、警察機動隊1989年の警察白書によれば、大立て導入など、装備強化が図られた1968年以降だけでも、警備実施に伴う警察官の殉職者は11名、負傷者は、 後遺症の残った者も,も含め約2万名に上っている。今日では警察署や交番からの要請でパトロールや交通取締りに借り出されることも多くなっている。服装は通常の活動服なので交番勤務員か機動隊員かは見分けがつかないことが多い。同案内をこうても対応ができない街頭警戒の警察官は諸葛書院ではなく機動隊からの応援要員である。 可能性が高いという。ただし、制服の襟に桜をかたどった金色のバッジをつけ、足は単靴ではなく、ブーツ風の安全靴を履いているほか、地域によっては丸に木の文字の入った腕章をはめており、また携帯しているトランシーバーが、交番勤務者に比べて大きいので近寄れば容易に識別できることもある。また機動隊を、 遊撃捜査活動やパトカーによる機動警察活動等の多角的な運用に使用している都道府県警察が増えている。2003年の読売新聞特集治安再生から揺らぐ警察組織によれば新人警察官の刑事死亡者が減る中でも災害救助や繁華街の雑踏警備など様々な現場を体験している機動隊員は その7割が刑事警察官を希望するようになるという。警察学校を卒業して1年から3年程度で機動隊に転勤する例が多いため、現場の警察署に若手警察官がいなくなってしまうという現象が起きている。特に交番では警察学校を出たばかりの仕事をよく知らない新人と経験はあるが体力に問題のある中高年ばかりという組み合わせが多い。 また、せっかく仕事を覚え始めた頃に、機動隊に転勤になって、現場を数年間離れてしまうことから、機動隊を除隊する頃には仕事を忘れてしまい、また一からやり直し、となってしまう問題もある。その多忙さから、最も承認の難しい職種とされていたが、過激派、学生運動等の隊長とともに、機動隊員の承認試験の合格率が、 跳ね上がったという情報が各所で存在する。これは、承認直後の若い体幹部が重要防護対象警戒など、激務の合間に、隊員に尻を叩いて勉強させるからである。隊員は、善良性のため嫌をもなく勉強するというのも、要因である。しかし、現在は統計上、他の部署と比較して特に合格率が高いということは、なく、すでに過去の話である。 千葉県警察では、成田空港問題を抱える特殊事情から、新規採用されて、警察学校を卒業後は、全員がまず機動隊に配属されていた時期があった。そのため、千葉県警察官の多くが機動隊経験者であり、現在の上級幹部の年代のものが、成田空港闘争の最盛期を経験していることが多い。そのため、他の都道府県警察で見られる。 機動体経験がないゆえの機動体アレルギーを持つ幹部は千葉県警察では少ないとされる。ありがとうございます。